ちゃおちゃおプロスピやっちゃおう。どうもやっちゃおです。来る8月2日月曜日午後3時からダルビッシュチャレンジカップが開催いたします。オンライン予選のね、上位8名がダルビッシュコートに招待される夢のような大会。野球ファンなら盛り上がること間違いなしですね。しかも今大会まさかのリアル起動で開催されることになりました。誰も経験したことないルールに多くのプロスピユーザーの皆さんがね、困惑している中、大波乱が起きるよう考えして、正直ワクワクが止まりません。本日の動画ではダルビッシュチャレンジカップ攻略の鍵をお届けいたします。先に伝えておきます。リアル起動の鍵は投手陣です。バッティングに関してなんですけど、率直に習うより慣れることが今大会では必要だと私は考えているので、今回の動画では取り上げません。打撃練習やルーム戦を活用して慣れるということをお勧めいたします。それでは本編参りましょう。レッツゴー。さあ行くぞ。第1の攻略の鍵はシンカーもしくはスクリュー持ちの投手です。シンカーの代表格では画面上に表示されている石川歩さんが挙げられ、スクリューの代表格では内海さんが挙げられます。リアル起動においてこの2球種はもう画面上でぐちゃぐちゃですね。石川さん、内海さんに関してはタイピンチの特殊能力を持ってるので、もう画面上ひっちゃかめっちゃか。間違いなくリアル起動の大会においてシンカー、スクリュー最強球種なので、ぜひこの2球種を持っているピッチャーをお持ちでしたら皆さん使ってみてください。僕自身に関してはね、宇都宮さん当てた経験があるんですけど、なぜかねミキサーに入れてしまったので、この動画を好みさんが見ていたら、返してください。覚悟しなさい。第2の攻略の鍵はストレートの球威が高い投手です。代表格として大谷選手や千賀選手が挙げられます。なぜリアル起動においてストレートの球威が高い投手が強いのか、それはストレートがホップするんですね。ストライクゾーンの上下をうまく使うことによってボール球からストライクゾーンへ、逆にストライクゾーンからボール球へと相手を錯乱することができるんですよ。なのでぜひ、ストレートの球威が高い投手を持っていたら使ってみてください。お相手しましょう。第3の攻略の鍵はタイピンチ持ちの変化量の大きいスライダーを投げることができる投手です。代表格としては画面上の東條さん、高梨さん、加山さんなどが挙げられます。タイピンチを発動した彼らのスライダーはストライクゾーンの端から端を移動するんですね。リアル起動でいきなり攻略することは極めて困難じゃないのかなと予想されます。このような理由からね、この3名を含めたタイピンチ持ちの変化量の大きいスライダーを投げることができる投手はおすすめしたい一人となっております。究極必殺奥義。そして最後の攻略の鍵は失投です。おいおい、こいつ何言ってんだ、頭いっちゃってんじゃねえのかっていう皆さんの意見はめちゃくちゃわかるんですけど、まずねおすすめしたい理由としては誰でも投げることができます。続いて同じ球種なのに緩急をつけることができる唯一の技なんですね。実際にルーム戦で数多くの猛者に失投を投げてきたんですけど、ほとんどの場合打ち取ることができてますね。なので本当に投げる球がないとか、そういった最終兵器にぜひ失投も頭の片隅に入れておいてください。あくまでも自己責任でお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ダルビッシュチャレンジカップルールはね、誰もが経験していないので、逆に言えば誰もが上位に食い込むチャンスがあると僕は思ってます。試行錯誤しながら勝ち筋を見つけていきましょう。少しでもねこの動画が参考になったと、思っていただければ、チャンネル登録高評価の方お願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。